はい、皆さんこんにちは。鉄棒でございます。いつも暇坊主チャンネルをご覧くださいしてありがとうございます。えっと数日前に国土交通省のえっと赤字ローカル線をどうするかっていう検討会ですね。まあ,あの動画についてまあ、本メインチャンネルも出したし。 それから数日前に、まあ、ちょっと皆さんから頂い,いたご意見とか自分の意見をちょっとま,あまとめたものっていう動画をこのひまぼーずチャンネルで2日前ですかね出しましたけれど今回はちょっとそこの上にある路線具体的に言うと輸送密度2000前後の路線こういったところをですねあのちょっといくつかの路線をピックアップしてねお話をし,していきたいなと思うんです。 というのは、こういう輸送密度2000前後の路線、ここは多分今すぐ廃線対象にはならないと思うんですが、こういう路線こそですね今のうちから危機感を持って、利用者の増加とか、そういったものを具体的な施策に積極的に取り組んでいくべきだと思うんです。というのは、今2000あっても、これも人口減少でこの先減っていくかもしれないんで。 今のうちからですね利用者のその増加案、増収案というのを具体的積極的に動いていって増やしていくって努力をしないと多分、どん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 尻すぼみになっていってしまうただ、今現在2000前後あるっていうことはそこそこ人は乗っているということなんじゃないだと思うんですよ。 例えば余市から小太郎の間もあの2000あるから残したいみたいな話だったわけじゃないですかで朝のまあ通勤通学時間帯見るとニセコライナーの時とかは結構人がいるわけじゃないですか、まあ、そこから後とになっていくるとぐっと人は減るんですけれどただまあそこそこ、まあ、JR 北海道も輸送密度2000あれば鉄道の,その大量輸送の,あのメリットが出せるっていうふうにまあ言ってるわけでなのでまあそれぐらいいれば、うん、あのそこから 増やしていく努力によって、まあ、2000を2200、300、400、500っていうふうに伸ばしていける余地があるんじゃないかと思うんです。で、これはもう、あのー、地元のね、多分頑張りだと思うんですけれど。ということで、え今回、その輸送密度2000の前後の路線として取り上げたいのが、えー、っとね、彌彦線ですね。で、彌彦線の、えー、輸送密度を見ますとですね。 えとね、昨年の線路全、線区全体の輸送を見ていたと、1862、昨年ね、2020年、コロナの影響がめちゃめちゃあった年で、その前のコロナの影響があんまりなかった年は2249なんで2000超えているんです。ただ、弥彦線も、あのー、吉田駅、越後線との,あの交差というのは、吉田駅を境に、吉田から上の弥彦のところだけ見ると、 輸送密度が2019年で521、2020年325と、まあ、いきなりここはガクッと減ってで東三条から吉田の間は2019年が、ね、で2020年が2436ということで、まあ、ここは通勤路線として結構しっかり機能しているけれども吉田から弥彦のこの盲長線の区間ですねここはあのかなり低いということなので。あのー ここをですね、まあ、最悪の場合この吉田から弥彦の部分だけがなくなっちゃうみたいなこともありえるのかもしれないんですけれどそ、まあ、こ先行全体として考えた場合もうちょっとこう伸ばしていけるんじゃないかなと思うんです。 で特に東三条から吉田の間っていうのは、まあ、新潟都市圏とか、まあ、長岡都市圏とか、まあ、そういったいろんなところの,、まああの新潟県内の通勤通学路線として機能してるから、まあ、2019年の時点では3000ちょっと切ったぐらいということでなかなかの数字を持ってるわけでございますよ。でただこれもほっとくとやっぱりどんどん落ちていく一方だと思うんでで何を伸ばすかって言ったらまあもちろんその。 自治体が積極的にもうあのパークアンドライドを作ったりとか駐輪場を作ったりとかまあそういうふうにこの後あとは地元路線バスとの乗り継ぎをこう,うまくしたりとかまあそういう普段使いの通勤通学でより使いやすくするってそういったところのブラッシュアップえいわゆる地方公共交通計画ですねえこういったところをやっていくことはもちろんなんですけれどあとね観光っていう面で考えると私どうもね弥彦までの ところが行かせてなないんじゃい彦線というのはもともと弥彦神社これなんか正確には彌彦神社なんかウィキペディアでも言うと彌彦神社って読むらしいんですけれども、まあ、一般的には彌彦神社って言われてるんで弥、まあ、彦神社って言いますね弥彦神社の参詣のためにもともと引かれた路線で、まあ、駅のところからも神社の私はこうあの実際弥彦線で乗ったことないんですまだいまだに乗る機会がなくてなんであのいろんな資料とかあの写真とか あの地図とかそういうところでしか見てないんですけど、まあ、こう神社に至る道のりっていうのはいろいろお店も並んでいてそれなりのにぎわいを見せているようなんです。で神社があればまあ参,経参拝する方はそこそこいらっしゃるわけでしてであのそこにまあ当然人は集まってくるわけですよ別に初詣の時期じゃなくたって。 でまあ、の神社に行くためになあ列車に乗っていくっていうのは、まあ、例えば、えー、と出,雲大出雲大社行くのに乗って行ったりとか伊勢神宮行くのに乗って行ったりとか、まあ、そういうことってあるわけじゃないですか、まあ、京都だっていろんな京都はちょっと神社自社物価が多すぎるからあんまり参考にならないのかもしれないですけれど、まあ、あとは、えー、と列車じゃないですけど一応船で宮島とかもそうなのかなあの厳島神社ね。 まあこういうのとか、まあ、いくつかそういうのがあるわけじゃないですかなので、あのー、自社仏閣とまあ鉄道を絡めてやっていくっていうのは必ずしも無理では無理な話じゃないと思うんですよね、まあ、実際にはみんな車で行ってるとは思うんですけどで、まあ、なおかつ弥彦神社はその裏の弥彦山ロ、ねあのープウェイね弥彦さん自体が弥彦神社のご神体なんですけど。 ローペイがあってローペイで頂上まで行くと日本海が見えてこの弥彦の神社のその町並みとかも見えて綺麗なこな新潟の水田の風景とか見えるわけじゃないですか。でこれだけもう観光要素としては十分にあると思うんですよ。でこれだけあるんだからもうちょっとこうてこ入れをすればうんなんか乗ってくれそうな気がするんですけどちょっと甘いですかね。でなおかつこの八彦線って めちゃめちゃなんていうんですか有利な路線あの新幹線で人に来てもらってそこから行ってもらうまあ、確かに弥彦神社だけだと弱いのかもしれないですけれど何かしらこう、ね、あのちょっと目立つ電車みたいなのを走らせてでこの電車もです、ね、そんなあのいわゆる JR 東日本がやってるある乗って楽しい列車みたいな。 ああいう、まあ、なくなっちゃいましたけどあのトレイユとか、まあ、トレイユちょっと新幹線だからあれか、まあ、別にあの何でもいいんですよ帰りとかあとリゾート白神みたいなのとか、まあ、何でもいいんですけどいろんなのが走ってるじゃないですかであれってほら全部指定席でしょでそんなのにする必要は私ないと思うんですよむしろこういうところが目指すべきなのはあの <laughs> 和歌山電鉄みたらああいう猫電車とかあとは和歌山にあるお魚電車ねあの南海の可田線のああいうのでいいと思うんですよ。 あのいわゆる中はロングシートだけれども綺麗に改装してで中はまあそれね楽しめるようになってる別に未踏化デザインじゃなくてもいいしただそういうあの指定席をわざわざ取ってあの行くんじゃなくて新幹線で降りてホームに行ったらそれにすぐ乗れたみたいな感じのでいいと思うんですだからお魚電車とかあの多摩電車みたいなんでいいと思うんですよ。そそうういいうのをこう走らせていけばそこに 行くっていう、あのー、メリット新幹線で降りてああそういうなんかわいらしい電車が走ってんだなじゃあそれ乗っていこうかみたいな動機づけにはなるだろうしでそういう列車だったら別に普段走らせてもいいわけじ普段通勤時間にそれ走らせたって構わないわけじゃないですか中身はあのちょっと小切れにした通勤電車なわけですから普段のあれに使えばいいわけじゃないですかだから運用上も楽だしわざわざあの指定券の販売だ何だもしなくていいしだそんなんでいいと思うんです。 そういうのをだからこの彌彦線に走らせれば、あのー、輸送密度はそこそこあるしでなおかつかわいう可愛らしい電車が走ることによって、まあ、普段その沿線にいる方で何か変わったのが走りだしたなみたいに思うわけじゃないですかいつものちょっといつものもうはんで押したような通勤電車が走ってるんじゃなくて何かちょっとデザイン変わったやつが走ってるなと思って、まあ、人目を、まあ、どうしても目につくじゃないですか。 でそれがやっぱりある程度浸透してきて、あのー、観光客が乗ってくれるようになってくれれば、うん、儲けもんななじゃないですかだから、あのー、観光列車って言いますけど観光列車っていうと、ね、どうも、ね、JR 九州がやってる、あのー、水戸岡デザインとか、ね、あのリゾート白神みたいなんだとかあとは JR 四国が走らせる「ナダ物語」みたいなあのこんな豪勢なやつは僕い,らない,といらないと思います。こんなの あの手間が増えるし指定権を売るそうじゃなくて行ったらそこに乗ってて可愛らしいしかも弥彦線なんてそんな長いこと乗る電車じゃないんですから変わったものはいらないんですよなるべくお金をかけずにかといって外をラッピングしただけじゃなくてやっぱり中内装もやっぱりある程度変えては欲しいと思います、うん、あのそれこそ多摩電車ぐらいのことはしてほしいとは思うんですけどあくまで通勤電車をベースにして外装内装を改造して、えー、指定権はいらない。うん で普段の運用にも使えるこういうのを使ってやっていけばいいんじゃないかなと思うんですでまあそれが弥彦線ぐらいの距離だったらちょうどいいかなと思うんですけどどうですかねあのちょっと観光戦略としてまた別の側面からかただ今回ちょっとあの私の思いつき妄想ぐらいのレベルでしか話してないんで。 うん、実際に、あのー、こういうことをちょっと、まあ、他の路線のことも考えていって,、ね、走っていくあの,かんあのやっていこうかなと思うんでもうちょっとこういうのを、ね、詰めて考えれば。<laughs> 行ければいいんですけどね。そこにね。弥彦線にね。それはまたおいおい考えていきたいと思います。できるあの私はなるべくここで未来わかる範囲で資料を並べてね。お話をしていきたいと思いますので、まあ今回はちょっとあのこういう今後ちょっとこの輸送密度2000前後というところに、ね、焦点を当ててね。あのそういった路線をピックアップしてお話していきたいなと思ってますので今回はその1回目でございました。ご視聴どうもありがとうございました。